はい、どうも、さおでございます。ということでね、今日は魔王の、魔王じゃない、魔人の黄金眼、いきます。でね、まあ、多分どこよりも簡単に攻略できるかなって思います。まあ、ザ・ゴリ押し。サオ流ザ・ゴリ押しですね。まあ、ガチすぎない攻略系シリーズ第2弾ですけれども。パーティーはチャンスラー、アカリ、カリン覚醒の、エリス。まあ、いつも通りエリスですね。で、デロンズ。になってます。で、フレンドもデロンズで行きましょう。まあね、パーティーの、まあ、構成の理由は、まあ、後々やりながら話すと思うんですけど、まあ、基本的に、免疫はデロンズは、ちょっと、麻痺、暗闇、沈黙を対策したいですね。フレンドも対策できてるといいですね。フレンドの方も同じ免疫持ってるといいかなって思います。ただ、これ、アリーナでね、結構進んでる方って、まあ、この免疫は完全に対策できてると思うので、まあ、ここは別に、まあ、難易度が高いわけじゃないかなって思います。それでは、やっていきます。で、まあ、最初にやることは、まあ、相手にブロックされると、とりあえず反射で先固定ダメ、まあ、各キャラごと、まあ、例えば5体にブロックされたら、まあ、5000返ってくるんですけど、まあ、その事故を防ぐために、まず、エリス、まあ、アタッカーとシールドを兼ねるエリスでシールドを張ると。で、これがブロック上昇のバフです。まあ、これをチャンスラーで剥がします。で、このチャンスラーの、バフ剥がしが、90秒なので、相手のブロック率上昇バフが多分70秒ぐらいなので、カリンの上スキルを使って、ちょうど、コンスタントにバフを剥がせる。まあ、その度剥がせるというわけです。で、このおばさんが麻痺毒を放ってきます。まあ、毒は対策しなくて大丈夫。麻痺は全員対策できないとここで壊滅します。で、デロンズが、弱点攻撃武器持ってれば後ろに必ず攻撃してくれるんですけど、まあ、僕は弱点つけてないのでちょっと前も行っちゃってますね。ただこれ確定クリティカルスキルなので、まあ、その場しのぎにも使えるかなって、こういう風に、チャンスラーもすぐ使えるようになります。で、チャンスラーのこのバフ解除は、まあ、2回以内にこの後ろの、骸骨くん倒しておきたいかなっていうのはあります。回らなくなるんで、さすがにクールタイム的に、まあ、このエリスとデロンズで、倒せればいいんですけど、ここでブロックされちゃうとまた帰ってきちゃうんですけどね。ブロックされないことを願いつつ、3ヒットだとブロックされる確率も高いが大丈夫でしたね。さあ、ここでエリス使っていきましょう。で、まあ、相手の敵のね、まあ相手のブロック率もそうなんですけど、火力も割と固定ダメなので高いかなって思うので、回復薬は2体いるといいかな。あと、明かりがゴリ押しにね、すごい必要になってきます。ちょっと来ちゃいましたね。敵のバフが。ただ、まあ、ここはもう、チャンスラー溜まる直前で、カリン撃って、で、カリン撃ったらデロンズ撃てるようになるので、まあ、これで終わるでしょう。ちょっと攻撃しないで。本当に、ね、通常攻撃でブロックされてね、反射返ってくるの一番痛いんで。はい、これで、ハゲて、ラスト、デロンズ死神で倒す。頼むぜ。倒してくれ。まあ、倒せなくてもこれエリスでいけるんですけど。いけ！よし、エリス。エリスに頼ります。エリス行ってください。よし、シールドの方を使いましょう。粉々にしてやる。というわけで、まあ、後ろが、攻略できた。で、後ろを倒せれば、前のやつの免疫が剥がれます。まあ、こっからブロックされなければ余裕ですね。100% ブロックされるなんてことはないので、まあ、回復しつつ、まあ、ブロックはされてないですけど、今回。カリンの弱点攻撃、ダメージ上昇は、使ってから行きたいかなって思ってます。はい、火ダメ現象。まあ、ここ、準備ですね。次は、まあ、こんな感じで頭使うんじゃなくて、まあ、一気にゴリ押しするんで、あ、フレンド切っといてください。タイミングあるんで。あと、デロンズの覚醒スキルは絶対ここで使わない。クールタイム現象がかなりミソになってきます。僕の攻略では。まあ、とりあえずここで準備しよう。まあ、クールタイムもこれで回復してね。で、シールドも貼り直して。まあ、なかなか体力も高いんで、まだちょっと準備段階でもなかったかもしれない。で、チャンスラー君はもうここでね、お役御免なんですが、
まあ、意外と反射でダメージ稼いでくれます。まあ、ちなみにチャンスラー君、これ体力、HP 防具と、まあ、麻痺リングつけてるだけのポンコツ君なんで、まあ、なかなかね、装備がちってねえよって人も意外と、あ、そんなもんかって思ってくれるか。あと、カリンも適当なセット装備無強化2個つけて、覚醒 HP 余り、セブンナイツのやつとか適当につけてるだけです。まあ、いつも通りですね、僕の動画だと。装備は適当でもクリアできるよっていうのの紹介なんで。まあ、とりあえず今回は状態異常は対策しなきゃいけない。まあ、それは最低限ですね。まあ、それやっとけばアリーナでもかなり強くなるので、今回もこれアリーナやってる人なら結構、免疫別にそこまで気にする人もないので、まあ、これがかなりきついなって思ってる方は、まあ、ちょっとアリーナのことも考えて、麻痺、暗闇、沈黙はね、対策してみるといいかなと思います。ただ麻痺、暗闇はもうちょいで消えそうかな。オルリ消えたので、まあ、そもそも今マスター隊ではほぼオルリ消えてるんで、まあ、なんとも言えないところなんで、まあ、僕が押すのは沈黙を対策しておくといいかなって思います。アタッカーには必ず飛んでくるんでね、カールヘロンとか、あとデロンズは全体なんでね。と言ってる間に終わるかなって思ったんですけど、なかなか終わってくれない。とりあえず回復。準備。これ通常攻撃で倒しましょう、ここは。ちょっと、ゆっくり。別にこれね、高速周回する必要はないので、1日1回しかクリアできないんで。あ、でもバフ剥げちゃうな。ちょっと回復して。場をしのぐ。チャンスラーのこのシャギーン使って抜けますか。抜けられた？うん、シャギーン使って抜けましょう。シャギーン倒せない。反射で死んだ。 OK。 はい、こっからがかなりご了承になってきます。はい、開幕火力の高い固定ダメージを使ってデロンズを、素早く倒すと。で、ここがね、結構ね、テクニック必要なので、はい、固定ダメ、使った、で、エリスで、あ、これエリス、僕、沈黙食らうんで、落ちる可能性はある。これね、沈黙ついてるんで、まあ、ヒーラーにはね、沈黙免疫が必要なんですよね、ここで。まあ、まだエリスくん、聖女の効果で耐えてくれてますので、まあ、とりあえず使っていく。で、エリスを使い切ったら、デロンズ覚醒させる。というかこれ、クールタイム待った方がいいかも。40秒ごとき待てるんで。で、デロンズくんにね、必ず、ダメージを飛ばしてくるのが相手のデロンズなので、そこを、どうにかする。下打と。デロンズ単体攻撃がね、必ず後ろに飛んでくるので、ちょっともう使っちゃおうかなと思ったけど、使ってから、上デロンズ上使ってから、よし、使ってから、覚醒スキル使って、体力やばい。エリスの体力がやばい。使ってから、はい、やっと取れたと思ったら、やっぱり録画ミスしてましたね。もうこれ4日目ぐらいなんですけど、もうなかなか取らせてもらえないので、もう僕は怒ったので、双眼の方もね、同じ、キャラ同じ動きで勝てるので、黄金眼。まあ、ちょっとレベルがね、ちょっと攻撃力がね、高いだけなので、まあ、立ち回りだけ紹介できたらいいかと思います。で、今、2ステージ目に行くところですね。で、まあ、攻め方は本当に双眼と一緒なので、後ろはイメージ映像だと思ってください。で、まずはもうさっきの通り、固定ダメで攻めます。まあ、ちょっとね、上級、黄金眼よりは体力が低めになってるんですけど、本当に攻め方は一緒なので、まあ、これでクリアできるかなって思います。まあ、ただ多分デロンズの単体攻撃が来ないので、まあ、デロンズの単体攻撃が来る上級の場合の攻め方もね、まあ、若干多分さっき説明してると思うんですけど、まあ、まず死神の審判。で、使ったら、もう一回リセットして、死神の審判。来ましたね。あ、これは普通に中級でも来るっぽいですね。まあ、これで上級だと、まあ、絶対倒れることが多い。絶対倒れることが多いって表現も多いんですけど、もう変なんですけど、倒れることが多いので、フレンドでね、
また同じ動きをすればいいと。はい、死神の審判でこれ使った後に、デロンズが倒れる想定です。でその後フレンドでね、またデロンズの同じ動きで、倒していくって感じ。来ましたね、死の一撃。まあ、これで、覚醒しておけば死の一撃無効化できると。でとりあえずまあデロンズで攻めちゃいましょうか。まあ、沈黙も対策してなくても、まあ、最悪明かりで蘇生させて、まあ、その後エリスでゴリ押しってこともできるので、まあ、めちゃくちゃ簡単です。はい、エリス溜まりました。そうそう沈黙食らうかな。食らっちゃいましたね。まあ、これはね、ほんと上級っぽくなってきました。で、これで、まあ、明かり使って、まあ、エリス蘇生させるか、あとはフレンドデロンズ。あのフレンドデロンズ呼んじゃってもいいな。誰か倒れて。あ、ちょっと回復使えちゃった。回復。死の一撃。まあ、これで倒れるんで、上級ほどね、火力高くないんで、ちょっと倒れるところまで見てみましょうか。あ、倒せちゃうわ、これ、通常攻撃で。あ、倒しちゃった。倒し当たっても変ですけど。まあ、これで、まあ、デロンズ倒れて、フレンド呼んで、死神の審判、覚醒スキル、死神の審判ってやれば、上級も倒せます。はい、申し訳ないです、本当に。録画ミスがね、ちょっと、ひどくて、まあ、この形で、僕も妥協しました。はい。で、ね、双眼の場合は、このパーティー、オートで勝てるので、まあ、めちゃくちゃ安定します、オートでも。まあ、なので、お試しあれと。で、黄金眼の場合は、今の感じで、覚醒スキル使って、死神使って、覚醒スキル使って、死神使って、倒れたらフレンドでデロンズ呼んで、死神使って、覚醒スキル使って、死神使ってって感じで倒せます。で、万が一、その2回の、で倒せなくても、まあ、明かりで全体創生して、エリスでボコ殴りして、で、また死神溜まってたら死神使って、で、倒すことができます。はい。本当に申し訳ないですが、恩号画のね、攻略、このパーティー非常に安定するので、お試しあれと。はい。ご視聴ありがとうございました。